死後変化は動物が死んだ後に示す現象の総称。死体現象とも呼ばれる。動物では死後、自己誘拐、死後硬直、死半、死霊、死後凝結、腐敗、乾燥などの変化が生じる。この変化は生前の状態、死因、死後の経過時間、死体周囲の環境により異なる。病理解剖において死後変化と病変の区別が必要である。 指令とは、体温が外界の温度まで低下する現象。死後硬直とは、筋肉内の ATP の減少により、アクチンとミオシンの乖離が起こらなくなり、筋肉が硬化、短縮する現象。死半とは、血液が重力により、下方の常務薬や毛細血管に充満し、皮膚が脂積色ないし暗積色に着色する現象。自己誘拐とは、 細胞や組織が自身に含まれる酵素により、タンパク質、脂質、糖質などを分解して、柔らかくなる現象。死から3日目あたりを医学的には、新鮮期と呼び、体内にガスが発生し、膨張期に入る。死後10日以上を過ぎると、体内に充満したガスや水分などが、体外に噴出し、その後、本格的なフランイコール、フラン期が始まる。 本来の体重から2割ぐらい減少し、さらに不乱が進み、総量1割に減少した状態を、高不フランと言い、数ヶ月から数年経つと白骨化する。まず、心拍が停止した時点を死亡時間とし、その後見られる減少は、以下の通りである。死亡後に見られる、明らかな変化の多くは、血流の停止によってもたらされる。まず、 体表温度が速やかに室温に近づいていく。死後、体身温度は体表温度と異なり、緩やかに気温に近づく。多くの場合、気温は体温により低いため低下する。体温の低下速度は、死亡時の体温や死体の大きさ、環境や着衣など、いくつかの要因によって変化する。周囲の湿度が低い場合、指先、微線等の都市部位から、 速やかに乾燥し皮膚の収縮が見られ、ミイラ化が始まる。生理学的には、血流停止後、酸素の供給が途絶えた全身の細胞のうち、神経細胞などの脆弱な細胞から、数分以内に不可逆的な変化が始まり、最後に筋繊維などの一番即血に強い細胞が死滅する。末梢の上皮など血液以外から酸素を得られる細胞では、 血流の停止による水分の不足、乾燥、電解質の異常などを原因に細胞死が始まる。乾燥から免れ、周囲の空気から何とか酸素が供給されている場合、毛根などの細胞はしばらく生存する可能性もあるが、死体のげや髪が伸びると言われる場合、多くは表皮の乾燥による収縮のため、毛髪がより露出して見えることによる錯覚であるとも言われている。 また、瞬きが行われないため、角膜の乾燥、角膜の細胞子による蛋白の変性による白濁が、速やかに進行する。哺乳類では、死体が腐敗するより前に死後硬直が始まる。死体硬直の発現までの時間と、その持続期間は、死亡時の筋肉の温度と気温に影響を受ける。死体硬直は、通常、死の2から4時間後に始まり、 筋肉はこの過程で、筋原繊維内にある ATP の減少と、乳酸アシドーシスのため、徐々にこわばっていく。死後9から12時間経過すると、筋原繊維の機能が失われるため死体硬直は解除される。死後硬直中に、多動的に関節を屈伸させると死後硬直は解除される。また気温が十分に高ければ、死体硬直は起こらない。 もう一つの死後の反応に市販がある。死後、溶解酵素が、小膜から放出され、フィブリノゲンの溶解性分解を引き起こす。血管内の血液のうち、結晶はこの過程で、死後30から60分以内は永久に非凝固性になる。重力による、血の貯留により、局所の皮膚色の特徴のある変化をもたらす。 死半は死体の体重を支えている位置には形成されず、その周囲からでき始める。死半は死後2時間以内に発現、最初は圧迫により、招待するが、次第に固定され、強い圧迫によっても招待しないようになる。また、途中で姿勢を変えると、死半の位置も移動する。その後、周囲の温度によるが、概ね8から12時間で固定。 以後単位による移動は見られない。市販の色は死因と環境で異なる。寒冷死の場合、市販は線香色を呈する。また、練炭ンンによる自殺などで見られる一酸化炭素中毒死の市販も特徴的な線香色を呈する。市販の広がりは死体の表面にかかる圧力によって異なる。市販は皮下の血液によるため大量出血、または 重症の貧血があった場合は、ほとんど見られないことがある。次に、周囲の温度によるが、おおむね半日後に、胆脳から胆汁が腹空内に漏出、腹部に緑色斑が出現すると、次第に拡大する。また、特に夏季など温暖な季節では、山林、または、ハエが多い場所では、死亡後直ちにハエが、体表に散乱すると、散乱後わずか数時間で孵化。 ハエの幼虫による食害が始まる。死体の分解は実際には周辺の環境次第で多種多様な経過をたどるが概念的には以下の段階を経て推移する。自己分解、死体の自己消化は体内の酵素の働きによって進む。構造の完全性を失った細胞膜からは溶解酵素が放出され、高分子と残った細胞膜を変成させる。 自己分解は最も代謝が活発な細胞である分泌細胞と代色細胞から始まる。腐敗、嫌気性細菌による残された細胞の消化。自己分解の最終段階では後期性の環境が死体内で確立される。これは嫌気性菌の成長に有利に働く。これら元気性菌の大部分は内性の腸内細菌であるが一部は 外因性の土壌細菌である。これらのバクテリアは、死体内の炭水化物、タンパク質、脂質を分解、酸とガスを生成して、死体の変色、周期、膨張、液化を引き起こす。腐敗の進行速度は、湿気や気温の影響を受ける。腐及後期性バクテリアと真菌による、残された細胞の消化。腐敗の最終段階では、 液状の腐敗物が流出、南部組織は縮小する。残った組織は比較的乾燥した状態にある。普及の特徴は、高気性微生物によるタンパク質のゆっくりとした分解であり、これにより高組織だけが残った死体は白骨化する。分解、高組織である骨と葉の分解。バクテリア、も、菌類などの微生物は生理的経路をたどるか。 骨質を透過することによって骨に侵入する。骨質の透過は酸性代謝物質と酵素の代謝物質の排出によって達成される。特徴ある非生理的経路を生成することから先行経路と呼ばれる。微生物の侵入によって有機骨基質は化学分解される。その結果生じた代謝物質は周囲にある無機物基質を破壊する。また、 結晶質のリン酸カルシウムからなる無機物機質の分解は環境中の化学要因に影響を受ける。酸性の環境は部分的な骨の鉱物質消失に至るリン酸カルシウムの溶解をもたらすとまた部分的に本来よりもかなり大きくより水溶性のある分子に再結晶化する。これら微生物と環境の働きによって微小構造が分解される。ありがとうございます。